皆さんお疲れ様です。限界社畜日記のポン吉です。何が終わったかというと、今日出張中に財布をなくしました。もう結構探したんでね、まあもう一旦落ち着いてるんですけどね、気持ちは。まあ自分の財布じゃなくて、僕会社用と自分用で分けてるんですけど、その会社用をなくしました。クレジットカードは定期に入れてたんで、そっちはなくしてないんでよかったんですけど、財布に何入ってたかっていうと、現金だけなんですよね。現金だけ。他のカード類は自分の使用のものに入れてるので大丈夫だったんですけど、会社の財布の現金って、例えばね、クレジットがね、まあ、使えないところ、例えばタクシーとかで、クレジット、まあ、使えないことはないんですけど、クレジットって時間かかるんですよ。あれ、タクシーの運転手さんやるとき。なんで、時間がね、急いでるときに、そんなクレジットなんて無理なんで、もう現金をしっかり持ち歩いてるんですよ。4万円。4万円入ってた財布がなくなりました。まあ、僕の不注意なんですけど、どこでなくしたのかがマジでわからなくて、で、もう警察に行ったんですけど、これ出張先なんですよ。だから、うわぁ、この間に見つかってほしいけど。でね、まあ会社の財布だからって、こう4万円なくなったわけですよ。見て、ほら。287円のね、お惣菜というか、これを食べるしか僕には。出張中なんでなんかいいもん食べたいなと思ったんですけど、出費が、思わぬ出費、これ戻ってこなかったら財布もね、財布も、まあ、どこぞのブランドっていうわけではないですけど、財布だってそんな別に安くないんですよね。なくなったでしょ？いただきます。で、4万円でしょ？どうすればいいの？どうすればいい？どうすればいい？最悪だ、マジで。この、自分のものをね、なんかその、自分のものがマイナスになるのって、
いいんですけど、プライベートの中で。この会社でマイナスになるのってマジでその、なんていうの、もう損した感じがさらに倍増されるのってわかりますかね？わかりますか？めちゃくちゃ倍増されてね、落ち込み度合いも半端ない。はぁ、あ。これは財布なくす前に買ったんですよ。気にしててね、痩せなきゃと思って。こんな高いお茶買ってる場合じゃなかったよね。はぁ、あ。流れ星、お願いしよう。どこ？あ、右上？え、嘘。あ、見えた？今。え、ちょっと待って。なんか、さよみつかみさが増えてこい。入っちゃおうし、入っちゃおうし。冗談はさておき、皆さんもね、まあ、あんまないと思うんですけど、財布とか、まあ、携帯もそうですし、気をつけてください。で、出張してる人もね、結構この動画見てくれてる方、まあ、多いという噂も聞いております。で、出張中って本当移動激しいじゃないですか。で、結構ね、クライアントと連絡をしながら移動したりとか、で、こうね、いろいろこう出したりするじゃないですか、携帯を出したりとか。多分ね、やっぱりね、そういう人って落ちやすいですよね。落としたのかな？皆さんも気をつけてください。マジでもう、クソ見つかれ、マジで。マジで見つかってほしい。マジで見つかってほしい。